こんばんんばはピヌさんです勉強の時間今日は東京ゲームショウの各配信をもうすでに見てきました。今日一日少しね体がだるかったので、うーん、なんかもう最初ね勉強の時間で普通に見てたんですけど、感想を言おうと思ったら体調が悪い分あんまり肯定的な感想が出てこなくて自分の中で。 なので、まあ、ながら見をして、えー、ざーっと見て、今ね、少しタイトルが戻ってきたので、動画回してます。えーと、私が見たのは TGS2022 の基調公演と、Xbox Stream と日本ゲーム大賞あと、Capcom ンンラインプログラムを見ました。まあ、各、まあ、4つかな。4つの配信について、 メモを元に見ていきます。あの、しっかり見たわけではないので、まあ、簡単な話になるんですけど、まあ、TDS2022 基調講演ですと、テーマがメタバースの話です。メタバースに関連している事業をやっている、まあ、3人が登壇して、えー、自己紹介、メタバースの現状や取り組み、そしてまあ、未来に向けてのことをね、 話ししていました、まあ。メタバースについては、まあ、いろいろあるんですけども私自身 VR チャットなどをやってみてんまだまだ発展途上だなっていうのが実感なんですね、まあ、理由としては、まあ、デバイスの性能がまだまだ弱いということと、まあ、値段も高いのでなかなか普及しないだろうという部分ですまたあのワールドの CG がどうしても うん、FPS が弱いのか、ローポリなのかわかんないんですけどね。ゲーム機で言うと PS2 くらいのね、見た目なんで、まあそこが少し障壁になるかなって思います。またあのメタバースの世界、どうしてもコミュニケーション変調になってるんで、コミュニケーションとか、あの、付き合いが好きな人にとってはかなり天国な状況では今もあるんですけど、 私みたいに人付き合いそんなに欲してない人間からするとあんまり魅力がまだないんですね。メタバースの世界とかワールドに行って見たことない景色を見るとかはいいのかなっては思うんですけども、うん、まあでもそれだったら別にヘッドマウントディスプレイつけて参加する必要がないんじゃないかなっていう気持ちになってきたんですね。オンラインゲームのマルチプレイとかのあの、 フリーワールドを歩いてても、まあ、没入感があるし、まあ、最後に言うんですけど「ストリートファイター6の」のワールドの中っていうのが多分目指すべきメタバースの世界がうまくゲーム内に落とし込まれてるんじゃないかなっていう風な雰囲気があって、まあ、ゲーム機の、ね、ゲームのそっちの方向でいいんじゃないかなっていうのがメタバースの基調講演を見て感じた感想です。 次、XBOX ストリームです。えー、XBOX ストリームはゲームパスに追加されるような、うん、タイトルが中心だったんじゃないかなとも思います。まあ、随分ね、こう、日本に気を使っているような雰囲気で始まって、うん、まあ、チャット欄を見るとね、結構あんまりいい評価ではなかったんですけど、私みたいなライトユーザーからすると、ゲームパスに入ってれば、 うん、まあ、普通にね、ゲームをする環境としては、すごい盛りだくさんだなっていうような印象がありました。あの、ウォーロンウ、ウォーロンかなウイ、ウーロンかなウーロンかもしれませんね。あの、三国志、死逃げ、チーム忍者のゲームがゲームパスに入るっていうことは告知されていたし、まあ、その他にも、まあ、毎度毎度言われているペルソナとか、あとは日本、 日本、あ、二の国とかね、二の国とかも入るっていうにあに告知されてまして、まあ、RPG 系は充実してきたなっていう感じですよね、ゲームパスは。はい、そういう印象です。日本ゲーム大賞に行きます。日本ゲーム大賞は、まあ、大賞にはエルデンリングが選ばれて、まあ、これはかなり順当なのではないかなと思います。優秀作品があって、私はまあ、ほとんどプレイしてないので、 まあこれをきっかけにどれかプレイしてもいいかなというふうに感じました。えっ、ー、と、伊集院さんがね、伊集院光さんが、えー、司会で出てましたけども、話の話術,術が、まあ、かなり上手だなっていうのは見てて思ったし、まあその他ね、ゲームデザイナーズ大賞だと桜井さんとかもね、出てて、案外こう映像としては豪華だったなっていうのが印象に残っています。 はい、最後にカプコンオンラインプログラムですが、まあ、カプコンの、まあ、いつもの映像ですよね、モンスターハンターライズサンブレイクとか、バイオハザード系の告知があって、RE4 の告知もあり、まあ、メインはストリートファイター6だと思うんですけども、まあ、これが私も、ね、一番面白そうだなと思いましたね、こうワールドを歩いてみたいかなという感じがします、まあ、オンライン対戦はあんまり興味ないんですけど。 ワールドを歩いて、まあ、コンピューター対戦とかだったらね、すごい自分のペースでできて面白そうだなっていうのは結構印象を持ちましたね。こちらはですね、9月16日の夜にストリートファイター6に特化したうーん番組が配信されるんで、そちらを見たらより詳しく見えるんではないでしょうか。えー、以上ですね。多分ね、これ全部でまあ、4時間から5時間ぐらいの ようになるんでですすけども見てみた感想わり、ね、と大型タイトルが多い番組を見たのでわりとすんなり頭にも入ってきたし特にストレスなく見終わりましたまあ反面あんまりわかりやすく作られてるんでそこまであの学習するような部分はなかったんですけども東京ゲームショウの雰囲気は 感じられたかなと思います、えー、今日はね体調が悪いのでこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。